ニュースをお伝えします。敬愛する金正恩総書記に朝鮮民主主義人民共和国創建76周年に際して各国から祝電と祝賀の手紙が送られました。ネパール大統領、バングラディシュ人民共和国大統領、イラン・イスラム共和国大統領、スイス連邦大統領、ネパール・マルクス連合主義共産党中央委員会書記長、シリア統一共産党書記長、パレスチナ解放人民戦線書記長、ルーマニア社会主義党委員長、ロシア平和統一党委員長、ベネズエラ統一左翼党連邦政治書記局総コーディネーターなど、各国の元首と政党指導者、そしてヨルダン共産党中央委員会から祝電と祝賀の手紙が送られました。また、クウェート国市長継承者、バーサロブ社会党副書記長、キム・イルソン・金正日権理事会共同理事長、国連事務総長、基地一層国際研究所理事長、ロシア21世紀官員楽団団長をはじめ、中国、ロシア、モンゴル、シンガポール、スウェーデン、スペイン、南アフリカなど、各国の政界、社会界、財界の高官、基地一層研究組織、中朝国際機構の代表などから祝電と祝賀の手紙が送られました。祝電と祝賀の手紙は70年以上の長きにわたる朝鮮民主主義人民共和国の発展の歴史は卓越した指導者の指導のもとに国の自主権を守り社会主義国家の建設で持続的で全面的な発展を遂げてきた誇らしい歴史である。金正恩総書記の周りに固く結集した朝鮮人民がこれからもより強力で栄える国家建設でさらなる成果を収めるものと確信すると述べています。コロンビアで行われた国際サッカー連盟2024年20歳以下女子ワールドカップで栄冠に輝いた共和国の女子サッカー選手たちが28日平壌に帰りました。平壌空港は祖国の誇らしい娘たちを迎える多くの市民で花の海をなしていました。朝鮮民主主義人民共和国のキム・ミョンフン内閣副総理、キム・イルグク体育相、朝鮮民主主義人民共和国サッカー協会会長のユン・ジョンホ対外経済相関係者が選手の家族と共にエアターミナルビルの前の停留場に出ていました。飛行機から降りる選手と監督にスポーツマンと勤労者が花束を持たせ礼をかけてあげました。選手たちは美しい花で飾られたオープンカーに乗って平壌国際空港を立ちました。感激に絶えない市民の熱い思いが沿道に満ち溢れていました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のキム・ドクフン内閣総理が平壌北道の農業部門と被害復旧のはかどり具合を現地で確かめました。キム総理はパクチョン郡と拡散郡の農作の実態を調べ、農業部門の人たちが今年の農作を成功裏に締めくくるための営農の指導を着実にすることに触れました。そして新義州市と伊豆郡の被害復旧現場で汗して働いている建設者を励まし、工事のはかどり具合について具体的に見聞きしました。現地での協議会では気象条件に合う営農技術の研究に力を入れる一方、取り入れた穀物を流出することなく保管管理し、来年度の農作の準備を着実にすること、建設で機械化の比重を高め、自己連鎖を質量ともにしっかりと育成し、資材と設備の供給を追いつかせるとともに、建設者の生活に深い関心を向けることなどが協議され、対策が講じられました。朝鮮民主主義人民共和国創建76周年に際して朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のキム・ドクフン内閣総理に、キューバ共和国閣僚評議会議長、ラオス人民民主共和国政府首相、ベトナム社会主義共和国政府首相、シリアアラブ共和国内閣首相、ネパール首相、モンゴル首相、カンボジア王国首相、パレスチナ国家内閣首相兼外務移民相、カタール国内閣首相兼外相、アルメニア共和国首相、ブルガリア共和国首相、セルビア共和国首相、アルジェリア民主人
人民共和国首相から祝電が送られました。祝電は朝鮮民主主義人民共和国創建76周年に際して共和国政府と朝鮮人民に熱烈な祝賀を送り、これからも平和と進歩繁栄あることを祈っています。朝鮮労働党中央委員会のキム・ヨジョン副部長が29日に発表した談話、ウクライナに対する米国の追加軍事支援は社会的な核災難を呼びつける起爆剤になるであろうの全文は次の通りです。20世紀に史上初めて核爆弾を使って数十万の罪のない住民を虐殺した米国が地球全体を残酷な核災難に追い込もうと無分別にのさばっている。最近米国がウクライナの新ナチス化依頼政権に80億ドル分の軍事支援を再び提供すると発表したのは途方もないミスであり愚かな行為である。私はウクライナに天文学的金額の各種武力装備を与えて紛争の長期化と拡大を招き欧州全土を核戦争の傘下の中に追い込もうとする米国の意図的な情勢激化策動を強く糾弾する。米国と西側はロシアの厳しい警告を無視したり過小評価してはならない。米国と西側は核超大国であるロシアを前にして現在のようにおじけなく火遊びをしながらそれによって招かれかねない不結果に果たして対処できるのか。ウクライナがこれ以上の冒険的な軍事行動を試みるように助ける行為は危険な賭博であり、数多くの人々が大災難を避けるために幸運を得ならしたどうしようもないようにする無責任な行為である。今ゼレンスキーの妄動を阻止させないと必ず大災難を避けられなくなる。米国は反ロシア対決協議で熱した頭を冷やし核大国の領土の重心まで攻撃しようとする無存なゼレンスキーのようなものを捨てて一足後ろへ退けば時々刻々迫ってくる大災難を避けられる機会でも得られるという事実をこれ以上遅くなる前に認識すべきである。私はこの機会を借りて先日国連安保理でゼレンスキーが我が国家にあえて言いがかりをつける集大を演じたことに対しても厳重に警告するものである。米国と西側が引き渡したごたまぜの武器を無分別に乱用し罪のないロシア住民を虐殺している邪悪なゼレンスキー集団が我が国をウクライナ戦争の共犯国に罵倒する妄言を吐いたのは理屈に合わず何をもってしても正当化されない無謀な政治的挑発である。ゼレンスキーの論理通りならウクライナの戦場に最も多い武器と弾薬を与えた米国と西側は当然特等共犯国の地位を付与されて叱るべきである。ゼレンスキーの三文の値打ちもない演技に世界は退屈さを覚え始めた。愛玩と同情でどれほど何をもっとできるかはわからないがこれ以上遅くなる前に世界の平和と安定のために適時に退く方がよかろう。別者は勝利の側にある。挑戦を追求し正義に挑戦する米国とその政治勢力は並大抵でない代償を必ず払うことになるであろう。2025年アジアサッカー連盟アパチニカアジアカップ競技大会の参加資格を獲得するための A 組の競技がタジキスタンで行われました。今回のアジアカップ競技大会には10組に分かれてリーグ戦の方法で行われた資格競技で国別ランキング1位になった10のチームと2位になったチームのうち成績が高い5つのチーム競技大会主催国のチームが参加します。朝鮮チームは組別リーグ戦でスリランカチームを4対0で下しマレーシアチームとの競技は0対0の引き分けとなりました。そしてタジキスタンチームは2対0オマーンチームは1対0で下しトータル10点を獲得して組で1位になりよって2025年アジアサッカー連盟20歳以下アジアカップ競技大会の参加資格を獲得しました。朝鮮中央通信社が我々の国父を侵害した G7 の罪悪は徹底的に警戒されるであろうと題した論評を出しました。論評は次の通りです。先進7カ国 G7 が米国の操りのもとに
最も悪質な反朝鮮対決集団に変異した。去る24日、G7 の外相らがニューヨークで行われている第79回国連総会を機に、別途に防御を凝らした末に作り上げた議長声明なるものが、まさにその代表作である。声明は、我が国家の自衛的核戦力を国連安保理の決議に違反する不法なものと罵倒した挙句、何かを放棄せよという口頭無形で僭越な妄言を吐いた。これは国家の安全の絶対的保障を捨て生存の権利を放棄せよという暴言であり、我が国家の自主権と全朝鮮人民の総意が反映された朝鮮民主主義人民共和国の憲法的地位を否定する重大な政治的挑発、乱暴な主権侵害行為である。我々はすでに国家と人民の永遠の安全を確固と保障できる政治的制度的装置として、国家核戦力政策を共和国の最高法として永久化した。世界最大の核保有国で核を使用した先般国もあり、腹黒い下心を持って久しい前に核を保有した国もあり、報復主義的野望の実現のために核を保有しようとする危険国家があるため、公正成分自体が乱れている G7 が自衛的核手段を保有した我が国家の神聖不可侵の権利を散奪しようとするのは絶対に許せない罪悪の中の罪悪である。今まで G7 は共和国の安全環境を状態に脅かす外交を積み重ねてきた。米国と日本が韓国と共に三角軍事同盟を本格的に稼働させながら、核の使用を前提とする各種の戦争演習を朝鮮半島とその周辺でヒステリックに繰り広げたのは言うまでもなく、 G7 の他の構成国がこれに我先にと参加して反朝鮮圧殺策動に加担してきたのは、この集団が朝鮮半島と地域の平和と安定の破壊に積極的に寄与している極東行進グループであることをはっきりと実証している。特に G7 構成国は第二の朝鮮戦争の参戦権を獲得するために、米国主導の不法非法の国連軍司令部の復活及び拡大強化策動に最も熱を上げており、その中には第二次世界大戦の敗戦国もある。このような状況下で欧州と中東の悲劇的な事態を論じる国連総会の場で、 G7 がベッドに集まって遠い昔に消されて久しい誰それの非核化を論じたのは、米国の意識のもとに我々の自衛的核抑止力を何としても抹殺しようとする断末魔の野望の表れである。国際社会を代表する何の資格も権能もない G7 が朝鮮民主主義人民共和国の国父を否定しようと壊してたのは愚かこの上ない行為である。いくら企んでも我々の過去をどうにもできないということぐらいはもう知るべきであろう。どんな代償を払ってでも我々が核を放棄しないということぐらいは今や認識すべきであろう。全朝鮮人民は自分の憲法を生命を通して死守するであろう。無駄な行為に執着し続ける群れに警告する。我々の国法を侵害した G7 の罪悪は徹底的に計算されるであろう。以上、この時間のニュースをオンエアにお伝えしました。こちらは朝鮮の再放送です。奨励される有機農法。農業部員で朝鮮労働党中央委員会第8課第10回総会で与えられた課題にのっとり、先進的な営農技術と方法を通じて導入して、今年の穀物生産目標を必ず達成するため発奮しています。農業科学院農業先端技術交流所では、水田での養殖をはじめ有機農法を地元の特性に合わせて導入し、一般化するための研究を深めています。ここの研究者たちは全国的な範囲で養殖に適した水田を選定し、その導入に関する資料書を作成して一般化しています。これとともに有機農法を導入している農場に出向いて、その効率を確かめ科学化のレベルアップを図っています。
平壌市洛陵区域シンゴル農場では、これまでの経験を踏まえて今年もタニシを利用した水槽の肥大管理に力を入れています。農場のキム・ゴンギル副責任者のお話です。タニシが日に自分の重量の 1.5 倍の草を食うから、草取りの効果が上がりますし、秋には種だけを取り入れて残りは放すので、それがそのまま有機肥料になって肥力の培養に役立ちます。生肥料を従来より半分に減らし、ヘクタールあたりの使用量を1割以上増やしました。こうした経験に基づいて今年も全面積に導入しました。各農場で有機農法が積極的に奨励された結果、以前に比べて草取りにかかる労力と営農物資を省くことができました。そして土地を保護し、地力を高め、農業生産を安定的に増やせる展望が開かれました。奨励される有機農法、交代してお話ししました。移り変わる大地、海面干拓は国の経済発展で大きな意味がある自然改造の大プロジェクトです。敬愛する金正恩総書記は海面干拓に深い関心を持って懸命に導いています。金正恩総書記は朝鮮労働党第8回大会で海面干拓に重要な意義を付与し、その方向と法と明らかにしました。折に触れて総書記は諸村政界地区にある干拓地建設総合企業所と干拓地地区内建設事業所の労働者を補強し、物質的技術的土台を作ること、燃料油とセメント木材をはじめ建設資材を十分賄い、新しく開墾した干潟地の用水について科学的に見積もることなど詳しいことを教えました。総書記は党中央委員会第8期第9回総会と朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期第10回会議で海面干拓を進めるという課題を与えました。今朝鮮西海岸の干拓地の建設現場では建設者によった比較的な成果が達成されています。ここ数年内に計画された干拓地の建設を完全に締めくくるのは朝鮮労働党の揺るぎない決心です。金正恩総書記の卓越した指導のもとに、朝鮮の大地は日増しに移り変わっています。移り変わる大地、高台市とお話ししました。